自民党どうするんですかねこれ最初反対論大きかったけどちょっとなんか最近反対論弱まってますよね果敢に反対してるのって高市さんと萩生田さんぐらいじゃないですかなんなのこれこんなんで自民党はねはいわかりましたじゃあ増税でなんて言ったらどうしますもう票の行き先なんかもうないですよもう自民党そのものマジでぶっ壊さなきゃダメな話ですよこれいやひどい本当ひどいですよね自民党分裂した方がいいわそんなのいや本当そうよ分裂した方がいいですよ もうね本当のね日本を愛してね日本のために働くねちゃんとした国家間の持ち主だけでも政党を作ってほしいよそしたらそこをガンガン応援するからさそれ以外の自民党なんてもうもうもうこの増税を許したら自民党の価値なんかないですからね反対が20人しかいないなんかの会合で5人しか出なかったとかありましたけどもねいやこれで増税許したらマジで自民終わりですねほんとひどいねほんとひどいはあ どうするね